屋外に付設された G ゲージ G ゲージは鉄道模型の縮尺と機関を示す規格故障の一つ。G はドイツ語のグロスに由来し当初ドイツで盛んになったことを表している。当初はレーマンにより機関 45mm、縮尺1、22.52番ゲージのナローゲージとして製品化された。この規格はネム規格でのアムに相当する。 後に期間が 45mm ながら異なる、縮尺の製品も発売されたため、御用ではあるが、期間 45mm の鉄道模型全体を意味する用語としても使われる。G ゲージと同じ期間 45mm を使用する、規格に一番ゲージがある。期間が同じということで、玩具的に G ゲージと一緒に楽しむ愛好者も存在するが、元来は別々の異なる規格である。 他にも 45mm 機関を採用する鉄道模型としてメルクリンのマキシシリーズがある。レーマンやその他多くのメーカーが一部を除き大半がプラスチック製であるのに対しメルクリンはティンプレートでできている。ただし耐食性を高めるためアエンコーティングがされておりブリキというより途端に近いものである。電気方式は主に直流に線式が採用されている。 駆動方式は主に電気モーターを用いるが、ライブスチームも存在する。庭園鉄道に使用が可能であるものが多いが、常用ではなく、もっぱら干渉用である。西ドイツのレーマンが、1968年にヨーロッパのナローゲージで主流の1メートルゲージを期間45ミリメートル、縮尺1、22.5で売り出した。大きな模型が、室内の小さなスペースで楽しめ、 しかも必要とあらば庭園鉄道として使用できるよう、十分な対抗性を持たせた線路部品が用意されていたので、大型模型のシェアを大きく広げるヒット商品となった。一方2000年頃、レーマンに触発されたアメリカのナローゲージファンは、自国で主流の3フィートゲージの模型を4 5ト、mm、ルの線路の上を走らせるために、1、20.3という縮尺を生み出した。 この企画は FN3 ゲージと称される全く新しいものであり、標準機の鉄道車両と並べることを全く考慮していない。2005年現在、米国では縮尺1-20.3が最も盛んであり、各種の車両が発売されている。この他にも1-24という縮尺を採用するアリストクラフト、ハートランドロコモティブワークス、ライオネルなどのメーカーもある。 これら縮尺1-24の製品はかつて存在したデルトンロコモティブワークスの製品の流れを組むものである。また縮尺1-29の製品も、G、ゲージとして扱われることが多い。なお近年は拡大傾向にありドイツのブロビからもアムで製品が供給されている。ピコはレール、車両も含めて参入している。日本において 現在一般に入手できる G ゲージの完成品は日本国外から輸入される外国製品のみであり、車両も外国型で楽しむこととなる。一方、日本型の車両を改造、自作する愛好者も存在する。日本型の G ゲージ車両にはいくつかの縮尺が用いられているが、その中でも縮尺1-24が有力である。トロッコや 産業用機関車といった究極線での使用が想定された小型車両のモデルも多く大きい縮尺ながら小スペースで楽しめるのも魅力の一つである。ありがとうございます。